とうとうやっちゃいます、これ。はい、皆さん、こんにちは。さあ、私、トリッパーズと。飲食業界の会社、通称ワールドバスって言われたりしてますけども、今回はとうとうこの企画に乗車です。日本一周の相棒を紹介したいと思います。皆さん、最後までこの車はですね、1970年製の車になります。あんまり僕も詳しくないんですけど。そしてこのロマンですね。後ろにこんなエンジンがあります。こんな感じでね、音もすごく可愛らしいです。はい、次は僕はね、ちょっとサーフィンをするので、サーフボードをこうやって上にね、一応2本持ってきてる感じですね。本当はね、最初は中に、それも後々説明しますけど、あと中に入れてたんですけど、どうしても頭がぶつかっちゃうんで、まあ上に、まあこれが理想的なスタイルです。そして最近これもつけたんですけど、こいつサイドオーニング、またね、これはね別の動画でやりますけど、これを使ったキャンプなんていうのも最高ですからね。キャンプの道具だとかをこう乗せて、ポリタンクに水入れて、これも最近ゲットしましたんで、つけましたんで、これこちらで。でここにですね、ソーラーパネル、これは160ワットですね。160ワットのソーラーパネルをこんな感じでつけてます。それがね、大失敗だったんですよ。さあ、じゃあ、外見はこんな感じで、中っすね。もちろんのこと、左ハンドルです。なんて言うんですか、マニュアル、ミッション、こいつですね。5と5じゃない、4速。これですよ。もともとこの車はね、ドリンクホルダーとかは何にもついてない。あ、これはね、あれです、習慣さ、週刊さんです。あ、電話だ。この可愛らしいスイッチたち、可愛いですね。何種類かはですね、未だに使い方が分かってません。これがいいんですよ。でこのバスにはですね、もうもともと、まあ以前からね、見てもらった人はご存知、スピードアップも、あ、もっちゃったが故に音楽が聴けないのも最近とこいつで音楽かけてる感じですね。こんな感じで、助手席と運転席の間がこう人が通れるウォークスルーみたいになってるんで、もう超便利。あ、忘れてた、男のロマン、三角窓。運転席、助手席はこんなもんすかね。まあちょっと雨漏りがね、本当にすごいですけど。さあ、じゃあ生活スペース、リビングスペース行っちゃいたいと思います。さあ、続いてはこのリビングスペース。結構なんかバンライフってね、意外と荷物が多いって言われるんですけど、寝るときはこうやってね、運転席とか助手席に置いて寝るって方が多いんですけど、僕はねちょっとそういうのはしたくないんですよ。もうあれですから、面倒じゃないですか。はい、そしてここが玄関スペース、かわいい。そしてここが冷蔵庫ですね。もともと冷蔵庫入ってなかったんですけど、冷蔵庫を入れて、今ちょっとね、ポータブルの電源が壊れちゃってるんで電気は入ってないんですけど、最高に便利になりました。はい、じゃあお邪魔しまーす。
くつろぐ。意外と広いんですよ、ワーゲンバス。玄関開けてすぐのところにはこんな感じでね、テーブルが出せるようになってます。いつもはここで火使って料理したりとか、まあキャンプするときとかはね、こうドリンク置いて、意外とね収納もしっかりあってですね、ここはまあちょっと食器汚いですけどね、食器で、こっちはもう物いいですね、サーフグッズとか、まあキャンプで使うやつとか、まあハンガーとかって感じですかね。で、先ほど言ったウォークスルーからここを通ってこっちに来れるわけですよ。なんて素晴らしい。で、これはまあ椅子、こう取り外し式的な椅子なので、これをこう外に持ってって、まあピクニックみたいな椅子にもできるし、まあ本当にねこんな感じで足乗せるみたいな、こうゆっくりこれでゆっくりしちゃう。はい、次。まあちょっと今カバン乗っちゃってるんですけど、これが僕がいつも使ってる二口コンロっすね。で、これをさっきのね、ここパカってして、もうベストなフィットなんで、それで調理したりしてますね。ポータブル電源、エコフローのやつを2機、2台入れて、まあ、電気を使っていくって感じですね。そうそう。このちょうどいい穴を利用して、外のソーラーパネルからこうやって線を引っ張って、この裏側ですね、を通して、この中にね。はい、次。ビヨーンつってポーンって、ほい、最高でしょ。まあここでね、鍋、冬でも本当に寒い日で外に出たくないっていう日はここで鍋したりとか、まあちょっとしたねお米炊いたり、椅子の下にも収納があるんですよ。優秀、旅に出てって言ってるような車ですからね。で、ここの下には洋服、まあかなり持ってきちゃってるんですけど、これでも減らしました。まあ洋服、夏、春、夏、秋、冬、全部入れた、これ全部。はい、次はですね、ここ今椅子だった部分がですね、ここがベッドになるような仕組みになってるんですよ。ちょっとやってみます。超イージーですからね。おいっさっす。はい、こんな感じでもう2人かなは寝れちゃうみたいな感じです。はい、次。ここにもね、実は収納があるんですよ。ここ寝袋とかですね。寝袋に、まあ、ちょっとこう敷物で、救急用、あとは大好きなキャップたちと、あとはなんかおしゃれするに必要なことがおしゃれで、あとはもうね、結構人は本当にね、生活すると湿気がマジでやばいっすよ。もうブクブク気もしてきちゃうみたいな。なんでこいつを使って、まあこれもね、あの概要欄には貼っとくんですけど、これを使って湿度ですね、まあ半永久的に使えるっていうんで使ってます。終わっちゃったな。ちょっとざっくり説明しすぎましたけど、こんなざっくりこんな感じです。また
今度ですね、本当にしっかりバッテリーとかも直ったらどんな感じでやってんのかみたいなのをいつかしっかりとやりたいと思ってますので、ぜひね、あのチャンネル登録をしてグッドボタンを押してお待ちください。次回はもうこれとかね、これもそのうち使ったあのキャンプ動画みたいのも出す、予定ですのでね、ぜひともお願いします。以上、ワーゲンバスでバンライフしている車内はどうなってるのでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。